郡山市役所は、日本の地方公共団体である、郡山市の組織が入る施設である。郡山市役所に市庁舎1930年、郡山市役所として建設。設計は、宮田正七郎、思考は、マシ国組。左右対称のシンメトリーな構成で、玄関ポーチなどにも団子式様式の凝った衣装を、施し、中央に、洞屋がある。 当時の館長施設の王道とも言える様式。春光時には日本建築学会発行、建築雑誌に紹介されたと伝えられる。1944年、庁舎内に図書館が設置される。1968年、朝日一丁目に新市庁舎が建設されると、福島県の合同庁舎に転用された。 1985年公開の三島幸男の生涯を題材にした映画、三島、アライフ・イン・フォー・チャプターズが制作される際、建物の外観が似ていることから、陸上自衛隊、市ヶ谷駐屯地での演説シーンの撮影に利用された。現在、福島県郡山合同庁舎は、群山南拠点地区への移転が検討されているが、移転後の建物の利用方法は未定。 しかし、同様の様式の建物で現存するものは少なく、なりつつあり、文化財的な価値は高いと見られるため、今後の動向が注目されている。渡り、廊下でアプローチされている文庁舎の住所は、郡山市桑の一丁目一番地だが、入管する部署によっては、本庁舎と同じ住所で案内される場合もある。郡山市役所級庁舎に関するカテゴリー、 ありがとうございます。